松谷義隆は国際証券元代表取締役会長兼 CEO 大阪経済大学理事長1956年大阪経済大学経済学部卒業兵庫県出身野村証券に入社後1984年12月に同じく野村出身で国際証券の中高の祖とされる豊田義和の引きで 国際証券に展示取締役に就任する。後に、豊田義和が体調不良により社長を引退したことにより、1990年に社長に就任する。その後、2001年頃まで10年以上にわたり、国際証券のトップとして活躍し、三大証券会社に次ぐ規模の証券会社としての地位を固め、大手と肩を並べるほどになる。 証券会社が最も苦しんだ1997年から1998年頃、国際証券は絶好調で親会社の野村証券より株価が高いという現象が見られたほどであった。そして国際証券の中高の祖としての評価も定着しつつあったが2001年6月国際証券は証券取引法の違反行為などがあったとして、 行政処分を受ける事態に対し責任を取り、松谷義孝を含む複数の役員が辞任することになる。2005年には母校である大阪経済大学の理事長に就任する。ありがとうございます。